ノッコンテラさん始まるぜ。レグビーテイクー。ヘイクソ豚が、俺は今日はクソ豚に怒っとるぞ。クソ豚に、まあええわ、とりあえずは。どういうことか分かってる。今日はちょっとブレイキングダウンでな、ちょっとな、鼻こんなになってるクソ豚を。ああ、そういうこと。ああ、意味わからんかった。なんか前も電話したら、なんや、街中では声かけられますと。おー、そうすごいんですと。調子乗ってんの。マッキー居酒屋にボコボコにされたくせに、知名度だけ爆上がりして、これ食いまくっとるらしいわ。マジで、あの豚野郎が。ここよく俺がトレーニング来てる箕面のジムやねんけど、ジムパーソナルクロスジムに来とるから。箕面にあるとこや。パーソナルで。おお、付き添いのやつもいてんねんけど、ジャスティンっていうの。ジャスティンだ。おお、ちょっとやばい系じゃん。ジャスティンっていうやつ。いける？まっすぐ。箕面からまっすぐ。新箕面まっすぐでいける。はいはい。飛べない豚はただの豚とはまさにあのことで。飛べないくせに飛べる豚演じとる、あいつは。マジで。あ、見てこれ、ほら。ごめんね。ほら。俺のジャスティン。ほら。お、ジャスティン。ジャスティンバキバキや。仕上がってんな。ジャスティン男前や。あれ？これ隣にいる。ケンケン、これケン。ケン。ケン。え、ちょっと待って。彼、彼のケン。彼のケン。え？彼のケン。やめて。お前見て、ほら。マリリン・モンローとかぶつかってる。いやいやいや、これはめちゃくちゃ疲れた時に、うん、ゴールドジムとかって、うん、ここの画面にシュワルツネッカーの若い時の筋トレとか流してんねん。いや、もうしんどいから。しんどいな。しんどいねん。もう筋トレめっちゃ追い込んだ後に、うん、あんな見せられたらしんどいねん。逆にな。そう、俺はもう終わった後はこういう綺麗な女の人みたいな。はいはいはい。これで癒されたい。うわ、すっごいな。しかもね、ジムすごいすごいね。集中してトレーニングできる。おお、すごいすごい。これあの、この場の空間っていうのはまたすごい、うん、まあな、ここでちょっと今日はあのクソ豚、うん、お前は飛べない豚っていうこと俺が教えてあるから、うん、遅いやん、俺来とるだろ、ジャスティン。いらっしゃったんですね。生きてたよ、ジャスティン。俺いつもちょっと筋トレとか結構教えてもらってるジャスティン、はいはい、ジャスティンです、よろしくお願いします。ジャスティンっていうからあの血入ってるのかな、思うやんか、うんうん、本名長谷川っていうから、はい、いやいや、絶対ジャスティンちゃうやん。ジャスティンで。カッコつけんな、こいつカッコつけてジャスティン。違います、ジャスティン。え？ジャスティンです。ジャスティン。はい、ジャスティンです。ほんまにジャスティン。はい。最高映画。マジで最高。まあ、でも俺ずっとジャスティンって呼んでたから。よろしくお願いします。いろいろ俺キンドル教えてもらってるけど、はい、今日なあれやりたい、ね。あのアメリカで流行ってる、はい、あのアームカールをさ、してる？こうなんか、背中こうなんか、そう、こうやって背中つけて、はい、ガッてあげる競技のやつ。はい。はい、あれで今日来る、はい、クソ豚いてんねんけど。はい、止めない豚はただの豚やけど、止める豚にお前は演じとるけど、お前は止めない豚や。よう噛めへんかったな今の。ジャスティンは彼女いてんの？あの、結婚してます。残念でした。そのいや、逆にその層 の, あの女性の方見られてません。男好きの男の人もいてるから。ああ、あれ、いろとかいっぱい出るよ。あ、そうな。えぐいって。濃いわ、そういうな。ちょっと豚待ってこ。ちょっと。それはあんだけ。あ、来た。はい、来たね。お疲れ様です。兄貴、どうしたんですか。こんなところにお呼びしてお呼びされたんですけど。お久しぶりやな。お久しぶりですね。最近お前ブレイキングダウンで有名なって、はい、女食いまくっとるわけじゃない。いやいやいや、食ってないっすよ。いやいやいや、兄貴じゃないっすから。皆さん、どっか吐き返してくるか。この中で一番女食ってるのジャスティンや。いや、それは間違いないっすよ。結婚してます。僕の中で。お前が、生きてるから。はい、お前に初心に戻ってもらうべく、はい、お前がどんだけパワーないか知ってもらうために来たのか。ああ、なるほど。僕のパワーのなさを皆さん当たり前やんけ。お前がないっていうことをお前が自覚してこれから励んでいったやつ。お前は今このもうすごい。いや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 、なってない。中に鼻で女の子お前ツンツン。やらしい。皆さんどうすか。いや、もう俺もこんなん嫌い。俺2000人ぐらいの登録者の時からちゃん見てたけど、うん、こんなんじゃなかった。いやな。どんなんだったんですか。もうなんか、はい、なんかオカマと絡んで。なんかすごい純粋。俺あの時好きやった。今ちゃうもん。いや、今ダメなんですか。今だからお前鼻バーンって女の子とずっと言ってた。今日はまあストリクトカール選手権、うん、ちょっとあの棒持ってきて。あ、棒、はい、持ってきて。このまま上げるだけです。ここまで。はいはいはい、はい、もう純粋なパワーを競う腕のパワーや。そうです。
今日もう腕にしか力入らない状態になってるってことですね。勢いを使っていく。お前腹の力使うなよ。ふんってやんなよ。ふんってやってやるの。バレなければないごめん、もう一回今の動きやってこう腹のっけてふんってめっちゃだふんやりそうやな。えこれは自信ありますよ。あほんなんちょっと今日楽しみやな。すごい楽しみやな。俺筋トレやるけどアームカールとかほぼほぼやらんから。あらベンチとかやったら卑怯やん、ぶっちゃけ、はいはいはい、俺のホームやからベンチとかやったら、うん、これは平等かなと思って、気持ちの気持ちを戦いできるかな。はい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 。ちなみにジャスティンさんって何キロぐらい上げられるんですか、これで。いや、やったことないですね、僕も。あやったことない。はい。まあまあまあちょっとな、まあ、でもこれはでも今ジャスティン言ってしまったから逆に参加なんやろうな。ちょっとそれは全然聞いてないんですけど。いやいや、今も今の多分なこの現状でやねんけど、このパーカー着てる状態でジャスティンの体すっごい気になってる人おると思う。確かに確かに。いやちょっとこれあの競技してでもな、うん、こういう体作りちょっと脱ぐなってなんでやねん。ジャスティンや言うとるんだ。お前じゃないブレーキ長いのこれも、あげましたね。そういうのやめてっすよ。あげましたな。そういうのやめてよ。ちょっと、後で見せてもらおうよ。いや、そうやな。はい、ということで、見てください。30。何キロまたすごいんやったっけ。一応50キロ以上上げれれば、かなりまあ、もう強いかな。かなりすごい。はい。なるほど、なるほど。じゃあ、チャンからやってもらおうか。いやー、もう、もう、もう。結構重い。だって30からって言ったら、なんかあのジャスティンさん、あ、もうそっから行っちゃうんすかみたいな感じで言ってるから。そうやな。まあでも相撲やから。せやんな。いや、そもそもで言うたら、この体をまず普段支えてる。そうや、そうや。やっぱブレーキングダウンでもやっぱ上半身の力すごい。これで倒せだから。じゃあ、一回上げればもう動く終わりで。そうです。一回上げたら終わりです。はい、じゃあ、ちょっとやります。あ、OK、OK、OK。います。オッケー。おー、さすがだ。ピース。50からはやばいね。ちょっと待って。普通分からへん。え？ああ。多分でもお前やるよりテッシュやった方がいいと思う。テッシュ？おおでもいやもうこれ以上無理です。2回目無理です。これはやばいかもっすね。50クリアしたらすごいんでしたっけ。50クリアしたらだいぶすごいです。50からはもうかなり重くなる。皆さん出ましたか。ジャスティンがやった時に僕すぐ手伝いに出たじゃないですか。これが初心なんですよ。ずっと手組んでブレイキングダウン出たやつって手組んで全然何もせず、これがブレイキングダウン。これでできへんかった。お前もうジャスティンって言う。いや、長谷川でやるよ。いや、いきます。おーい、筋張りがすごい。じゃあ、ワイルドやってみるか。リーせーので、あー、無理だ。多分、別次元のやつ。マジ、うん、と思うで。いきます。 OK。話しながら終わってましたよ。おっしゃ、次50、55？ テッシー、55ちょっと。やるだけ。全然。これじゃダメなんですよね。そうですね。これダメなんです。はい。
こんなもんですよ。こんなもんですよ。やらしとってそうなの。こんなもんですよ。めっちゃひどいな。もうほんまに。家でゲームばっかしてるやつはこんなもん。もうそういう言い方。55か。ジャスティンでいけるか、長谷川でいけるか。もうジャスティンでええやろ。ジャスティンでいかしてくださいよ。だこいつで分けたら、その長谷川や。こいつってなんすか。この豚に。うわ、重た。じゃあ一旦僕はこれを目安にか抜いたらいいですね。そうやな。わかりました。いきます。オッケー。うわっ！いやーやばそう。あ、これやばい。キモいマジでなんなん気持ち悪い。これ55？やば。ハルク君がこれ70できてなかった。できてなかった。できてなかった。ちょっとほんなら俺70やってみよう。じゃあ、うん、記録更新していただく感じで。ああじゃあ70やザコどもやめろ。これ一回あっちも出たりしたね。はい、ありがとうハルク君見たけよ。お前はアメリカの大会でこれ無理やったみたいやけど俺がぶち上げたんだから。いけ兄貴。70世界いけ。うおお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 おえすごっ。ええなんか準備ない。いやこれすごい。えぐろすごっ。いやこれ本当にすごいんすよ。やばいやばい。どれぐらいすごいか、うん、僕を一回試してやる。こんなんもうあのもう視聴者さんのみんなにしか言わないですけど、ここだけの話、あのやらせで僕は反則してるんですけど、反則しても無理です。めっちゃ70出なかった。そうやな、まずな。ふっ、いいね。ふっ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 。いやでもこれね、すごかったよ。いやすごいすごい。おお、やっぱすごいね。いや、はい。ジャスティンのだと同じぐらいの重さまでいったんじゃん。あ、よし。あ、ジャスティンじゃあ長谷川や。言い直すな。ちょっと営業もん。俺らのチャンネルそういうとこある。いやでもよかったよ、確かに。いやすごい。やばい、これめっちゃ息上がりますね。めっちゃしんどいな。めっちゃしんどいっす。ちょっと一回外出よう。いやお疲れだ、ジャスティン。ありがとうございました。ありがとうよ、いつもトレーニング。あ、いい。みんな見通しいから。ジャスティン何持ってる思ってジャスティン、これほら見て。 MVP 取りまくり。マジで、うん、すごいよ。あそこでもメダルあるけど。いやすごいすごい。ジャスティンすごいねんか。ありがとうございます。長谷川とかいっぱいバカにしたからさ、これ上げとかって思う。後でまたトレーニング教えてくれる。いやもうせえ。じゃあ、ほな、ちょっとまだトレーニングしようかな。はい、よろしくお願いします。どう、ここのあの、なんかリッチとかちょっとあの教えてあげてよ、なんかいい感じの。美濃北摂でさせていただいてまして、うん、まあ、新美濃でもすぐ梅田から来れる距離なので、うん、まあ、ぜひ男性でも女性でも、ぜひトレーニングしに来てください。いや、今日もありがとうです。ありがとうございました。またやろう。お願いします。ちゃんとあいつどこ行ったの。え、あいつどこ行ったの。え、ちょっとなんかおかしい。見てきて。出ます。ちゃんどっちでもいける。